ヒデさんのところです。今日はこちら、八幡ネジさんのですね、ウッドデッキ用ネジということでですね、八幡プロ、プロモデルの方なんですけれども、悪い話からしましょう。高いです。非常に高額でございまして、おそらくウッドデッキビスだと皆さん常備してないのかな、どうなんだろう。お近くのね、金物屋さんとかホームセンターさんで買うと思うんですけれども、それらビスと比較してですね、だいたい 1.5 倍から2倍ぐらいする、高額なビスとなっております。なんですが、それに見合うというか、全然それ以上の、作業性を皆様にお届けできるというところなので、それをね、ぜひ見ていただこうかなという今日の動画でございます。はい。じゃあ一応製品の謳い文句からいきましょう。仕上がり段違い、下穴加工、座繰り、打ち込み、バリ取り、一発で施工しますという形でございます。で、比較としましてですね、おそらくこう皆さんが使ってるだろうなってね、これは見せてもいいかな。はい。八幡さんの、デッキビスってんでこれでしょ。あとは、どうしよっかな。これと、ね、はい、カメラの外で失礼しますけれども、はい、じゃあこれとこれにしようかな。はい、というわけで、おそらく有名どこってやつを今ここに持ってきました。いつもだったら私、どこどこのメーカーのビスですって言ってね、比較した方が皆さんに伝わるかと思って、そういうの発表したんですけれども、はい、これでどこのだか分かりますかね。はい。はい、こっち。はい。なんか見たことあるなーっていう。はい。じゃあこの2つでいいかな。はい。いつもだったら言うんだけど、今日言いません。なんでかっていうとですね、八幡ネジさんっていうのが、問屋さんっていう言い方でいうのは、メーカーであり問屋でありっていうんで、結構ね、横のつながりもあったりするんで、これらメーカーさんとも結構仲良しだったりするんですよね。なんで、これを結構よく喋っちゃうと喧嘩しちゃうといけないんでね、その辺はさせていただいて、よろしいでしょうか。はい、かなり有名どこのネジを、持ってきたという形になりますね。じゃあ、はい、だらだら喋ってもしょうがありませんので、早速人工木というやつもね、ご用意しましたんで、これ下地はね普通の木です。普通の木材でこれでいいかな。はい、じゃあこうして、はい、じゃあここに打とうぜということですね。はい。じゃあ早速やっていきましょう。本来であれば、下穴開けて、座繰りしてとかっていろいろあるんですけれども、今日のこの、ウッドデッキ用ネジ、謳い文句が、下穴とか開けなくていいっす、みたいなことを言うておりましたので、そこベースで行くという形でよろしいでしょうか。じゃあ、一応ね、お手本があったんで、お手本に沿って、ちょっとここにこう、打ち込むような形で行かせていただきます。じゃあ、こうですね。じゃあ、はい、某、有名メーカーの、うちでも在庫してるやつですね。これを、打とうぜって、いきまーす。ちょっと入れすぎちったな。ちょっと待って、もう一回、下手くそでした。いいじゃないですか。はい、じゃあこんな感じ。ちょっと待ってね。今まだここ払わないでおきましょうか。払っちゃう？いいね。はい。OKOKOK。はい。これ今、辛い打ちをしたんですけれども、これね、ほら。こうなるでしょって。いいね。お手本の通りだよ。はい、じゃあ次。次がですね、星型っぽい頭のやつなんですけど、これやってみましょうか。じゃあ星型のやつね。専用のビットもついてるんで、これはありがたいですね。僕の打ち込みが下手だとかどうかっていうのは一回置いておいてください。このね、ほら、こうなるでしょっていうのを言いたいわけよ。いいね。今んとこ練習通りでございます。完璧でございます。オッケー。はい。はい、じゃあ残ったじゃん。次、八幡さんのやつやってみます。八幡さん、こっちあれなんだな。2番なんですね。なんか、各社、3番使ったり、2番使ったり、なんか、思い思いのビスで。いっか。はい。じゃあ、こういきますか。
じゃあこれはプロじゃない方ですね。お、まあまあまあ綺麗っちゃ綺麗ですね。やりますね八幡さん。ここも作戦通りなのか。まあ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 いいでしょう、いいでしょう。はい、というわけで、じゃあここまでが前座。どこも、まあ美しく入ってないですよねっていうところで、見れたんじゃないでしょうか。さあ、というわけで、八幡プロのウッドデッキをネジをやらせていただこうかなというところですね。八幡さんのこのネジも、ビット付属してますね。2番。こちらも2番を、使って、さあ、ドキドキワクワクですね。はい。さあ、ね、はい。練習なしですよ、こっちは。いきますよ。練習なしでうまくいくかな。いきます。美しい、美しい。さあ、編集点なしでもう一撃。なんでこんな切れんだろう、すごいな。あ、入りすぎちゃった、入りすぎちゃったけど、入りすぎちゃった。これじゃ効いてないんだな。はい、でも、バリがないのがお分かりいただけますでしょうか。段違いですね、すごいな。ちょっとですね、メーカーさんの、まあ、営業マンさんの、まあ、悪い歌い文句っていうんですか、ちょっとそれがね、今ここで事象が出ねえな。ちょっとですね、一回やってからお伝えしたい。ちょっとですね、これまた違う人工目なんですけど、これ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 、今の今の、ですね、ちょっと煙ってんの分かります？下地が、あ、いいねいいね、伝わったかもしれない。煙が出ると思いますっていうのをちょっと先に言われてて、それを見せたかった。ちゃんと見せられましたね。ちょっと待ってね。これは、他のメーカーだと出ないと思うんですよ。だから、最初に打ったやつですね。四角3番の、ちょっとこのビスで一回こっちやってみていいですか？あ、割れちゃった。ちょっとね、割れまくるな。この辺でいいかな。あ、ちょっとごめん、ダメだ、もうビスの問題で割れてしまう。あ、でも今のも撮影とか挟んどくか。割れづらいっすとかっていうのも一つ歌い文句にしちゃってもいいのかな。はい、じゃあちょっと待って、今度は最初の星型のやつですね、あれをここの辺に打ってみましょうか。あ、ちょっと、ちゃんと固定しろよ問題ですね。というわけで、まあ、ちょっと今うまく見せられたかなっていうところもあるんですけれども、やっぱり、他のメーカーのビスだと、これバリが出てますね。はい、こんな感じ。バリが出てる。じゃあ、八幡プロどうなのって言ったらバリ出てないじゃないですか。だからバリが出ないのは、こっちもこっちもすごくいいところ。ただ、この、まあ、すごい詰まってるこっちをやった時に、煙が出ましたね。これ一応ですね、メーカーとしては、まあ、正常というか正常ということを言っておりました。一番下が八幡プロの今すごいでしょって言ってるビスで、他のビスがこれらなんですけれども、この螺旋がですね、むちゃくちゃちょっと細かいのがお分かりいただけますかね。細かいんで、相手部材との摩擦抵抗がすごく大きいんですね。なので、打ち込みに関しては若干その、悪い言葉を使いたくないんだけれども、ちょっと、入りが悪いよねっていうのは言われるかもしれない。言われるかもしれないんだけれども、まあ、この製品が目指しているのは、ここの仕上がりの美しさっていうんですか、こういうところを目指してますんで、まあ、ぜひね、今日のこの歌い文句でいいなと思った方は選んでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、
というわけで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、今のある程度終わったところで担当さんにね、偉い人に電話させていただいたんですけれども、なんでブロンズないんですかって率直に聞いてきました。聞いたらですね、ブロンズ開発してますということでございました。まだ本当に出るかどうかわかんないからあんまり言わないでとは言ってたんですけれども、今このステンレスシルバーしかないっすって言ったんですけど、シルバーこれ今出たばっかりの新製品でございまして、抗体色表面処理ブランカという、なんか、すごい名前ですね。すごい名前の表面処理がしてあって、まあ、サビに強いんですけれども、こいつが凄すぎてですね、ブロンズがうまく乗ってないっていうことらしいんですよ。なので、まずは、このね、まあ、シルバーですけれども、これをまず、どうですか？まあ、私をね、利用して、どうですか？はい。そんな感じで、まず配信させていただいて、まあ、うまくね、その茶色が乗る技術がね、確立されれば、まあ、いずれは茶色をね、作っていくのかな、みたいな、ことを今お話ししておりました。まずは、じゃあ、ラインナップですね、シルバーしかないんですけれども、5.5 の55、60、70ということで、この3サイズ、1箱100本入りですね、オンラインストアに並べさせていただきましたので、もしよかったら、チェックしてみてはいかがでしょうか。以上。ヒエさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。